はい、では説明していきます。発音が Y、まあ、そのままですね。口をすぼめた形からって書いてあるんですけど、まあ普通に読めばいいと思います。 Y 書き順が1、2、3、これが大文字。小文字は2画ですね。1、2になります。書く場所も注意してくださいね。大文字はこう、小文字はこうですね。はい、あとは、練習してもらって、はい、Y で始まる英単語を5つ紹介しています。まず1つ目が Yes ですね。はいっていう Yes。 これ大文字で見ること多いと思うんですけど、 あれは文の中で使っているから大文字になっているので、今回これは小文字で練習しています。普通は小文字で、こう単語としては小文字なんですけど、文の中で使うと大文字ですね。こうイエスって大文字で Y 書いて E 書いて S でピリオドついてると文になります。あの時は大文字で Y を書きますけど、まあ普通はこうやって小文字で練習することになります。イエス。はい、次が U ですね。これも大文字で Y 書くこと多いと思うんですけど、それは文の最初に来た時ですね。普通はこのまま小文字で U を練習します。で、あなたがっていうのと、あなたたちはっていうのもあるんですね。これはそのうち出てくるので、まあ、今一緒に覚えてもらってもいいと思います。はい、その次3番目に出てきたのが日本語の、日本の通貨の単位、貨幣の単位の円ですね。100円とかの円です。記号はこのように書きますけど、読むときにイエンっていうふうに読みます。円じゃなくてイエン、イエンですね。はい、その次が若い、幼いっていうのがヤング。こういうふうに書きます。ヤング、やっていうふうに読むので Y の後ろに A じゃないかなと思うかもしれないんですけど、これでヤングですね。 YOUNG ですね。ヤング。はい、一番下黄色はイエローですね。これ聞いたことあると思うんですけど、このように書きます。はい、ということで5つ紹介しました。で、このプリントを含めて、アルファベットの練習プリント全部で30枚あるんですけど、まとめて印刷したいときはこちらからできますので、ぜひまとめて使ってみてください。はい、今回はアルファベットの Y について説明しました。ありがとうございました。